はい、今日はね久しぶりにね海にやってきました。8ヶ月ぶりの和歌山です。雨ばっかり降っとったんでね、なかなか来れなかったんですけど、今日はちょっと晴れかなと思ったらまた小雨が降っております。曇ってるのが残念ですね。まずはねちっちゃい生き物から見ていきましょうか。なんかここに固まってますね。貝やね、これ何の貝やろ。ああちっちゃいナマコやね、ほらちっちゃいナマコ。よいしょ。さあ今から潜りたいと思います。初心者ですので。うわ、冷たい。浅いところで潜ります。下に見えるのはニセクロナマコです。いっぱいいますね。色鮮やかなニシキベラがいます。この子も捕まえたいです。逃げられました。カボカキダイが目の前います。あっは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 っ、なんと食べた。いや、カゴカキダイやね。熱帯魚じゃないけど、温帯種。やった、嬉しい。熱帯魚のようにカラフルな綺麗な魚ですので、捕まえたかった魚です。今、チョウチョウオウとにらめっこしてます。捕まえたい魚です。バット動くと逃げられそうで、どうしようという感じでテンパってます。向こうから近づいてきてくれるわけはなく、隠れられちゃいました。あれやこれやとしますが逃げられました。見てください、しばらく移動してるとサンゴが出てきました。しかもホンソメワケベラという綺麗な熱帯魚がいます。関西にもサンゴがいるなんて感動です。ホンソメワケベラが岩の下に隠れました。大きく息を吸って潜りたいと思います。あれ潜れません。もう一回。このおっさん潜れませんわら。なんでやねん。海水にウェットスーツでものすごい浮力があるのにウェイトをつけてないので潜れませんでした。しかも足にフィンをつけてないので追っかけるのは激要素です。網もしょぼいし装備の充実が必要ですね。チョウチョウオが泳いでます。現在6月。この子たちは大きいので越冬個体でしょうね。青い魚はソラスズメダイとかそのあたりの魚かと思います。この魚も綺麗ですね。熱帯魚は夏に黒潮に乗って関西や関東まで流されてきますが、あ、ホンソメワケベラを捕まえれそうでしたね。話戻りますが、冬には寒くて大半推しになっちゃうんだそうです。ですが一部の個体は冬を越して頑張って定着してるみたいですね。このチョウチョウオたちにフィンを生えてたら追いつくことはできるのでしょうか。チョウチョウオの赤ちゃんが石の下隠れました。あれだ、チョウチョウオ取った。やっと取れた。うわかわいい。ちっちゃいな。ほっとちっちゃいと上手に育てるから。念願のチョウチョウオを捕まえれました。カボカキダイとチョウチョウオしか取れてませんが、お腹空きすぎて星になりそうなのでご飯に行きたいと思います。旅行に移動してきました。ユンマズメにね釣りでもしたいと思います。釣れませんでした。さて漁港採集しますか。釣れへんし。網で夜の漁港採集をしたいと思います。よっ、こいつは早速カニが取れました。ボクズガニでもなさそうやね。この子は精進ガニでしょうか。味噌汁にするといい出汁が出て美味しいみたいですよ。まだこいつ。精進ガニはたくさんいました。あカコカキダイ、カコカキダイ取れてる。いつの間にか。かわいい。うわー、ウミケムシや。ウミケムシ、これはえぐいな。こいつはちょっと閲覧注意ですね。これ裏向きじゃないのこれ。うわ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 。なんか取れた。これなんでしょうね。メジナの子供かな。関西ではブレと呼ばれることが多いですね。うん、10センチくらいの親ビッチャが取れました。この子も熱帯魚ですね。
よいしょ、またカゴかき台ですね。なんで漁港にクワガタおるやん。何クワやろね。ノコギリっぽいね。ノコギリクワガタが漁港にいました。周りの森にいっぱいいそうですね。よいしょ、はい、メジナ3匹。少し大きめのメジナが取れました。その後もメジナはいっぱい取れました。よいしょ、ゴンズイです。ゴンズイの稚魚が群れてます。ゴンズイ玉と呼ばれてるやつですね。なんかおっさん慌ててます。どうしたのでしょうか。泳いどったでこいつ。こいつよ。当たりガニが取れました。ガザミと呼ばれるカニでしょうか。美味しそうですね。少し小ぶりですのでリリースしました。ハリセンボンおんのにな、全然捕まえられへんが。ちょっとね、動画撮れてなかったですけどね、ハリセンボンが撮れました。めっちゃ可愛いっす。もうヘッドライトも壊れたんでね、今日はもうちょっと潮時ですね。うわ、どうしよう、持って帰りたくなってきた。可愛い。ハリセンボン飼育したいとか候補になかったですが、一目惚れして持って帰ってきてしまいました。模様もかっこいいし、丸くてめっちゃ可愛くないですか。水が濁っているのは、さっきアサリ食べ散らかしたのと、このフィルターをつけたかったのですが、パイク類が見当たらなくて、後日つけたいと思います。生きたアサリをあげたいと思います。アサリに気づいてないようですね。エビをあげてみましょう。お、エビを見ております。食べてくれませんね。スポイトの水流で動きをつけてみました。追っかけてますね。お、食べましたね。ちょっと大きかったのでしょうか。噛み切れなくて困ってますね。諦めちゃいました。アサリに動きをつけてみましょう。お、食べましたね。すごい音を立てながらバリバリ食べてますね。ハリセンボンは柔らかい食べ物だけだと歯が伸びちゃうらしいので、こういう硬いものもあげないといけないみたいです。あと、チョウチョウウオとカゴカキダイを持って帰ってきました。今年の夏は始まったばかり、楽しみです。今回の動画はこのあたりで終わります。チャンネル登録、いいね、コメントいただけると嬉しいです。